まあ、入ったタイミングというのはその LGL が出場決定っていう後なんで、もう完全になんかあれですね、なんかいいとこ取りみたいな感じです。そうですね、あのトラブルメーカーっていうチーム出たんですけど、まあいろいろあって、まあ闇が深い話ですまあ単純に俺がその後チームから抜けたっていうか解散したのかよくわかんないですけど、まあフリーになったんで、まあそれと合わせて、まあソラカっていうチャンピオンだけしか使ってなかったんですけど、まあ一応日本でチャレンジャーまで上がったっていうことで、まあサブに入れてもらったって感じですかね。まあもともといろんなチームから誘われてたんで、まあその時誘えた時はもう即決はしなかったんですけど、まあ結局何回か話し合った結果セブンスヘブンに入りました。まあやっぱ昔から LGL 出たかったっていうのはあったんで、まあほぼそれだけですかねなんか本当に憧れって感じでしたね。みんなプレーも上手くて、まあ一回でいいから、まあ、出てみたいなっていう感じはありました。正直不安しかないですね。そのチャンピオンプールが本当に狭くて、まあソラカも、まあ、変わっちゃったわけじゃないですか。だから今いろんなチャンピオン練習してるんですけど、まあ他のプロと対等にやり合えるかと言ったら多分ノーですね。頑張って練習します。一応トップなんですけど、まあ、他のレーンも、まあ、チキニャンと同じで、まあ、チキニャンっていうのはそのマネージャーのレーザーなんですけど、まあ、他のレーンも、まあ、他の人に比べたらまあそんなできないですけど、まあ、そこそこできるって感じで、まあ、一応全レーンはできます。今だとやっぱブラジミールですね。その昔のソラカと、まあ、若干使用感が似てる感じがあって、なんか俺のトップはそのユンさんのトップと違って、その敵のキャリーを潰しに行くその単体攻撃みたいな、そういうのではなくて、その裏地とかそういうのでなんか AOE をばらまいてっていう感じですかね。あと連戦で、まあ、回復できるっていうのは、まあ、強いですよね。ノーマナで。正直このゲームに競技心があったのか知らなくて、まあ、シーズン3はひたすらソロキューしてました。海外の対抗全く見てなかったですね。でフレンドもゼロでした。そのもともと他のゲームやってたんですけど、その他のゲームやってた時にのフレンドはいたんですけど、もう LOL で出会ったフレンドはもうチャレンジャーになるまでゼロでした。なんか正直そんな有名になると思ってなかったんですよね。で適当になんかチャレンジャーになったラッキーみたいな感じでツイートしたらなんか広まっちゃったって感じで、はもう出たいと思いましたね、もう素直に。すいません、覚えてないですただあるきっかけでなんかいろんな大会見始めて、まあ日本でも LGL って大会があるんだなって感じで、まあ正直俺はそんな活躍できないと思うんで、もう完全に宮城さんを立たせに行きます。そうですね、そのアメジュさんには本当にトップが上手くて、まあ、正直言って何回か当たったんですけど、まあ、勝ったことがないというか、まあ一番のライバル意識があるのはアミーズさんですね。まあもやしさんも結構意識してます。まあそこそこ仲がいいというか、まあそんなに仲がいいのか分かんないですけど、まあ多分一方的に友達と思ってるんで足引っ張らないように頑張ります